事の真意を確かめるべく、ジジは単身駿府城に乗り込んだ。突然の訪問にもかかわらず、応対の手際が良いことを不審に思ったその瞬間、ジジは招かれて部屋に閉じ込められ捕獲されてしまう。捕らえられたジジは罪人扱いで浪人集団に護送される。それを知った安住はジジを救出するべく浪人集団の元へ急ぐ。だがこの浪人集団はジジが鍛え上げた刺客は何名か、どれほどの手だれなのかを見届けるために用意されたのである。そしてジジを捕獲したのは徳川家康であるよう見せかける謀略でもあった。そのことなど知る由もない安住は浪人集団が待ち受ける村に一人潜入する。
なかなかの腕だ。恨むなら天下の徳川様を恨みな。を切り捨て、その場を脱出したジジとアズミ。アズミはジジの無事を喜ぶが、この謀略を仕掛けた者に近くはアズミ一人しか残っていないことを確認されてしまったのである。アズミは敵は家康と思い込んでいるが、ジジの考えは違った。敵の将は家康や天界の失脚を願っているもの。家康の側近の中にいると推測する。だが幕閣の内情を知るすべがないジジはあえて安住の言葉に反論しなかった。その夜、ジジは安住が一人きりになった時のことをまた話し出す。その話に安住は強く反発する。いつまでもジジのそばで、ジジの役に立って、ジジと一緒に生きていきたい。安住の願いはただそれだけだった。
ジジと安住は武蔵の川越に向かう道中、橋の中央で武芸者たちに囲まれる。敵は何十人犠牲者を出そうと自分たちを殺したいらしい。そう考えた安住はジジを守るため自ら先導して切り進もうとする。だがジジはその言葉を無視し、安住の体を抱え込む。お前はどこまでも生きて生き抜け、そう告げたジジは安住を守るため川へと放り込んだ。安住は川の急流に体を取られ、ようやく岸にたどり着くも橋が見えなくなるほど流されてしまった。安住はジジの身を案じ、橋がある方向に向かって走り出すのであった。Yeah!
アズミが橋にたどり着いたとき、ジジはすでに絶命していた。アズミは思わず気が動転しそうになるが、うろたえず五感を研ぎ澄ませろ、敵はどこからか見張り狙っているというジジの教えを思い出し、冷静さを保った。ジジの右肩口は肺まで、左脇は内臓まで傷口が達している。敵はとどめを刺さずに去り、ジジは多量の血が流れ出るまで長いこと苦しみながら徐々に死んでいったのだ。その残酷さに安住は強い怒りを覚える。人気のない神社へと移動し、ジジの遺体を埋葬した安住は五感を研ぎ澄ませながら尾行を巻くため走り出した。たとえ自分のかけがえのないものに先に死なれても、いつもそばにいてお前を見ている。安住は幼き頃のジジの教えを思い出すが、その表情に懐かしさの色はなかった。駿府に入った安住は死んだと思っていた飛猿に出会う。飛猿は自分が井上官兵衛の忍びであること、安住が救い手当てをした男が井上官兵衛であることを告げた。安住は事情を伝えた上、飛猿の手引きにより官兵衛と出会う。現在官兵衛は高木勘助と素性を偽り、小野派一刀流の祖小野忠明の屋敷に入り込んでいた。小野一門は小野派の龍子、三次京介と松井凛太郎をはじめ、家康の護衛も担当しているからである。安住は次女を殺した首謀者を知るために、官兵衛のそばにいて飛猿の協力を得るため、小野忠明の屋敷をしばしの宿とする。後日安住は
京介と凛太郎が家康の鷹狩りの護衛を完璧にするため狩り場の下見に出かけることを知る。自分も連れて行ってほしいと願った安住は二人と共に狩り場に向かう。その頃狩り場を調査していた飛猿は敵方の忍びに襲われていたのである。
忍びをすべて倒し、飛び猿を窮地から救った安住は、飛び猿の言葉に従い、京介と凛太郎のもとへと急いで戻る。飛び猿は、安住の恐ろしいほどの強さに、改めて驚いていた。その夜、温泉にて安住と飛び猿は密会する。ジジを殺された復讐のため、家康を殺そうとしているのか。飛び猿にそう問われた安住は、自分は復讐など言える身ではないと語る。だがこのまま全てを諦めて駿府を去る気になれない。今のままでは死んだ仲間たちがあまりにも無念だと。その言葉を聞いた飛び猿は
家康を討つのは官兵衛に遂げさせたい。官兵衛は家康を討つことしか生きる目的はないと語る。それを見届け留飲を下げてほしい。安住はその言葉を聞き、月を見上げながら首を縦に振るのであった。